Thank you for tapping in. This is J-POP Now Radio on Apple Music. 落合健太郎です。今回はニューアルバム瞳へ落ちるよレコードをリリースしたあいみょんをゲストにお迎えします。まずはアルバムにも収録されているこの曲から J-POP Now Radio。 この曲について自分の経験と妄想と語っていたあいみょん、今回のインタビューでニューアルバムではいろんなチャレンジと遊び心が詰め込まれているという話もねしてくれました。インタビューお楽しみに。2016年にデビューしてから数々の曲を世の中に発表してきたあいみょん、素晴らしいメロディーと心に残る歌詞、そして何より声を聞くと元気になりますね。それじゃあ登場していただきましょう。 J-POP Now Radio、 今回のゲストはこの方です。あいみょんです。よろしくお願いします。どうもあいみょんさん、よろしくお願いします。お願いします。J-POP Now Radio には2021年5月そして2022年1月に続き3回目の登場となりますね、はい、ありがとうございます。いつもいつも。いえいえ、とんでもない。どうです、どんな日々を過ごされてるんですか最近は。そうですね、でもツアー中なので、うん、アリーナツアー中でツアー回りつつ、うん、あの制作だったりこうやってあのこういう風に取材させていただいたりとか。もうほとんどお休みないんじゃないですか。いや、そんなこともないですよ。あの一日急にこう急にポツッと会えたりするので。はいはいはい、はい、だからあの昨日とかもあの、うん、お休みだったので、うん、植物買いに行ったりとかしてました。はい、そうなんだ。植物の苗を買いに行ったりとか。うんうんうん、うん、ちょっとなんかパセリとか大葉とか、うん、バジルとかそのキッチンの周りにちょっとすぐ使えるようになんか細かいこうハーブ系って言いますか、はい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 、を育てようと思って、昨日苗を買ってきました。あ、すごい。はい。いいですね。実際にね、もう実用的なね。そうです、そうです。そう、実用的な植物ですね。植物だけを。そうなんです。なるほど。はい、あの今日はですね、J-POP Now Radio 8月17日にリリースになりましたニューアルバム瞳へ落ちるよレコードを中心にいろんなお話を伺っていきたいなと思っているんですが、はい、素晴らしい曲がたくさんやっぱ収録されてるなって思って、はい、いや君の心、この曲は本当僕も聞いてて、あ、これちょっと今までにない、うん、あのイントロからねリップロールと口笛がこう聞こえてきて、はい、で途中逆回転しますよね。はい、してますしてます、最後の方とか、うん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 、あれはどういう感じで進んでたんですか制作は。あ、もともと全体的なアレンジはそのままなんですけど、その頭のなんかプルっていうリップロールとか口笛はその場のアイディアでした。あ、そうなんだ。私がレコーディングをしてる時に、たまたまこうプルってやったのを、あ、なんか入れようよっていう、うん、もうほんまにそんな遊び心で、で、逆再生もその時でしたね。へー。逆再生とか入れてみるってなって、やってみたっていう。なんかほんまにこう、初めて CD 作るんかなってぐらいの気持ちで遊びながら作りました。はい、うん、高校生が作ってるみたいな、学生が作ってるみたいな、そんな気持ちで作りましたね。先行配信された3636、はい、3636、なんか自分がそれまで何ともそんな何も持っていなかった宅配ボックスの見方が変わりますね。うわ、うん、嬉しいです。結構そのアルバムの楽曲の中もちろん全て大好きなんですけど、うん、私中でもやっぱこの3636はとにかくなんかみんなに聴いてほしいなって思ってる楽曲なので、その着眼点だったり発想っていうのに驚くことが多いんですけれども、はい、どういう風にこう出てくるんですか。ですね、この楽曲はやっぱこう自分の経験と妄想が結構合わさっていて、実際宅配ボックスに私が3636っていうあの暗証番号であの好きな人とこう物を預け合ってたんですよ、はい、その経験プラス妄想ですね。やっぱりこう自分の一つの経験から物語を作っていったっていう楽曲にはなります、ね、そこが一つのきっかけです。だからすごく身近に感じるというか、もちろん自分も利用するし、うん、ふと思い出しますよね。そうですよね。なんかこう今回のアルバム13曲入ってるんですけど、うん、この曲が一番こう生活集がする気はします。自分の、うんうんうん、私の生活集が詰まってる曲かもしれないです。うん、はい、まあ、宅配ボックスもそうなんですけど、初恋が泣いているのをベランダっていう歌詞も、はいはい、すごく面白いなと思いましたね。嬉しいです。ベランダ大好きで、
ただそれがきっかけでできた曲っていうのも変ですけど。そうなんだ。はい、眺めてる時にできた曲ですね。うん。うん。やっぱ生活から楽曲ができることが未だに多いですね。ああ。うん。そしたら今後もしかしたらね、あの、最初の方に話していたパセリだったりとか。ああ、そうです。大葉の話が。大葉。できるかもしれないです。ほんまにそういうことです。はい。7曲目の強くなっちゃったんだブルーとかは結構俯瞰でその、うん、描く心の動きがリアルだなって思いました。はい、この曲は一つのやっぱこの女性のキャラクターを思い浮かべて、うん、俯瞰で見て書いてる感じではありましたね、うんうん、途中からあんまりこう普段生活で使わへんなって思う言葉をいっぱい入れようっていう発想に切り替わって、はいはい、2A から特にそういう言葉が増えたんですよ。はいはいはい。なんかアングラとか。ああ、そうだ、入ってますね。うん、うん。オーセとか。なんかあんま普段使わない言葉をこの楽曲でいっぱい使ってみようっていう発想に切り替わって、曲を最後まで作った記憶があります。うわ、面白い。なるほど。ジャックな心ってのは。そう、2A から、その1サビのジャックな心っていう、うん、そのジャックが出てきた時に、うん、あ、なんか、変な言葉いっぱい使ってみようって思ったんですよね。うん、ああ、なるほど、うん。すごい。でもこの曲の最後のね、結びというか、傷つきたい、ちゃんと泣いてみたいんだ、ブルーというところに、なんかこう、主人公のこう気持ちが、こうギュッと現れていて泣けますね、うん、ありがとうございます泣ける結構 横乗りの楽曲はあんまり自分の中でもたまにできるぐらいの楽曲なので、うん、こういう曲は自分の中でもかなり貴重なんですよね。すごい。まあでも本当あいみょんの曲っていうのはその歌い出し一言目から次どうなるんだろうっていう気持ちになるというか、この物語はここからどうなっていくんだろうっていうふうに思わされるんですけど、ありがたいですね。やっぱその歌詞というかもう最初の歌い出しとかは変えたりするんですか、はい、こうじゃないああじゃない、それともスッと出てくるんですか。変えないですね。1行目を変えることって基本的になくて、もうだいたいそのギターのコードをジャーンって弾いた時に自分が言ったセリフ、思いつきでバーンって出てきた楽曲言葉をそのまま書くので、うん、楽曲は 1A の1行目と 2A、2番の歌詞が個人的には大事かなと思っていて、なので1行目のそのつかみとまあ言われる部分はやっぱりこう意識せずとも何かこうもしかしたらインパクトのある言葉をもしかしたら無意識の中で選んでる自分がいるのかもしれないです。あ、でもすごい、そのジャーンって鳴った音と共に出てきた言葉っていうのが、うん、スタートっていうのはすごいですね。なんか最近そういう作り方ばっかしてますね。考えても思いつかないので、うん、もう何か絶対言わなきゃいけないっていうルールを作るんですよ。はいはい、G のコードをジャーンってやるとき、うん、何か絶対言わなきゃいけない。その言葉から、うん、もう作るしかないっていう、そんな作り方してます。へえ、面白い。面白いですね。はい、すごい。今回の、ね、アルバムのタイトルが瞳へ落ちるよレコードで13曲。はい、収録されてますけれども、まあレコードっていうのは A 面と B 面がありますが、すね、うん、これレコードとしたら、はあ、A 面 B 面どこで？どこやろ。多分きっと間なんで、うん、なんか6曲目とかで切るんかもしれないですけど、うん、私はもし自由に A 面 B 面決めていいのであれば、うん、本当に一番インタビューと愛を知るまではとかだけで切りたいです。うん、おラスト 2曲が B 面みたいな。それはどういう、なんとなく、うん、そこ切り離しても、うん、なんかいいのかなって思ってて、結構曲順を今回、うん、1曲目と、うん、ラスト2曲すごく悩んだんですよ、うん、どういう終わりにしようかって、はい、もともとインタビューって楽曲を一番最後に持ってきてたんですけど、うん、それやとなんかちょっとひねくれすぎやし暗すぎるなって思って、はい、双葉にしようかってして、うん、最初ギリギリまで双葉だったんですけど、やっぱり愛を知るまではにしよう、うん、インタビューと愛を知るまではを並べることにすごくなんか意味があるような気がしてたので、うん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 、なのでそこだけ切り離してもいいのかなって、うん、そこ B 面ある意味、うんうん、一枚通して聞いてもインタビューから愛を知るまでははなんか B 面違う一面な気がします、うん、はい、
いや今回もこうして J-POP なレディオに登場していただきましてどうもありがとうございます。ありがとうございました、うん、またあの会えるの楽しみにしておりますので、はい、はい、J-POP なレディオ今日はあいみょんをお迎えしました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。You're listening to J-POP Now Radio.